ます。釣り子 TV です。2022年春に登場のあるルアーが手に入りましたよ。というわけでね、これサニーブロスというメーカーのナックルホックっていうですね、クロー系ワームですね。これがですね、いよいよ、発売開始間近っていうことで、なんとなんとね、いくつかね、送ってもらうことができました。っていうのもですね、先日、千葉県の蘇我で開催されたルアーマガフェス、あそこのブースにですね、このサニーブロスさんが出展されていて、で、実はね、このサニーブロスがルアーメーカーとしてね、誕生する頃にね、ちょうど展示会、まあ、キープキャストとかね、そういったところだったかな。そこで、うわー、面白いですね、なんて言ってね、動画で、取材させていただいたりして、で、よかったらいくつか送りますよ、なんて言って、それからね、ルアーが出るときにですね、こんな感じで仕上がってきてるんですけども、なんていう感じでね、やりとりしたり、あとご飯食べに行ったりしてね、そういった流れの中で、ね、あと最近だとルアー配りお兄さんで有名なね、横田圭介くん、彼がですね、このサニーブロスさんとゆかりがあるので、で、彼ともね、友人だったりするので、そういった流れで、いくつかね、送ってもらうことができました。ね、結構前にキープキャストで見た時はね、もうちょっとデザインが違くて、およそね、3年ぐらいずっと作ってたんじゃないかな。ね、主に愛知県の方のね、会社なんで、あの辺りの野池だとか、五山川とかですね、琵琶湖とかいろんなところでね、テストを繰り返してたようなんですが、そんなね、ナックルホックがね、いよいよね、こう製品として完成したよなんていうことで、送ってもらうことができました。で、カラーはね、まだね、いくつかあるみたいなんですけども、どんなカラー好きですかなんてね、やりとりの中で、ツートンカラーね、こう、表と裏が色が違うようなね、そういったカラーがすごい好きなんですよ、なんて話をしたらですね、こう、ツートンカラー中心にですね、いくつか送ってもらうことができたので、ご紹介していきたいと思います。まずはね、どんなルアーかなといったところで、じゃあこのね、一番使いそうなこちらのカラー、ちょっとね、開封しちゃおうかな。スイートシュリンプっていうカラーですね。カラー名、スイートシュリンプ。ね、じゃあちょっと出していきますね。これは間違いない感じじゃないんですか？好きな感じの形ですよ。ね、こう爪がシュッとね、下に伸びていて、で、引っかかりが少なそうでね、で、中に入っていったら、このちょっとね、ボリューム感のあるこの爪ね、ぽってりした爪、これがね、パタ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 ね、アピールしてくれそうっていうね、こういう感じのルアーですね。で、綺麗なこう横で見えるかな、ツートンカラーになっていて、まあ、こっちのカラーだけでも釣れそう、こっちのカラーだけでも釣れそうっていうね、この2色がね、表裏で配色されていて、こういうカラー好きなんですよね。これがこうカバーの中とかでね、フワンフワンさせた時に、この爪のアピールプラスね、この色調変化、ここら辺とかも相まってね、釣れてくれるんじゃないかなっていうことでね、大好きなね、こういうカラーなんですけども、作りとしてはですね、ここに爪がまあ2つと、あとね、非常になんか繊細な感じのこの、なんだろう、見えるかな、こういうね、ヒゲ、これも水中で結構ね、いい仕事してくれそうですね。で、付け根のところがすごい細く仕上げられていて、で、ここにピリピリ爪ですね。まあ、ピリピリ爪っていうのかな。なんかすごいね、小さなパーツと、あとね、よく見ていくとすごいですね、細かーくね、デザインされてますね。ちょっとした、なんだろう、ブツブツがあって、リブがあって、で、爪の方もね、一番最初展示会とかで見た時はね、もっとね、
ぽってりね大きくて、どちらかっていうとこうドライブクローとかね、そういった感じの雰囲気のワームなのかななんて思ったんですけども、そこからなんというかこうちょっと細くなりつつ、ただこの爪には十分な重さを持たして、で全体的には、小ぶりな感じでっていうね、こういう風にこう製品バージョンがねなってきたんですね。ね、プロトタイプなんかもね使ってみたいなーなんて思ってたんですけども、あのね形はやめました。もうちょっとねちょっと煮詰めてみますっていうことでね、そんな感じで1年経ち2年経ち、もうあれ作るのやめちゃったのかなと思ったら、さらにこう細部をブラッシュアップしてですね、こう登場したっていうね、こういう感じの形ですね。で結構ねこういうツートンカラー系の、色がですね、結構多く準備されているみたいなんで、これがまずね、まあピンクと、なんだろう、ウォーターメロン、ウォーターメロンでもないな、ちょっと地味系のねウォーターメロン系のカラーのちょっと薄いものと、ピンクがね配置されたスイートシュリンプっていうカラーですね。はい、スイートシュリンプいい感じですね。はい、じゃあね次これ見ていきますかね。このカラーはオレパンって書いてありますね。オレンジとまあパンプキン系のカラーですかね。まあカボチャみたいなねカラーですけども、こういうカラーも最近多いですよね。レイドジャパンのワームとかで見たことあるかな。結構ねはっきりくっきりしたカラーが表裏に配置されているようなですね、オレパンってカラーですね。一つ出してみます。はいね、こういう感じのね、ウォーターメロン系の濃いウォーターメロンっていう感じのカラーですかね。で裏に来るとほらね、すごいね鮮明なオレンジね。いやこのカラーも結構好きだな。なんかねとある条件でね入れ食いになったことあるな、このカラーっていうね、そんな感じの、まあちょっと微妙には違うんですけどね、カラーで、でこの爪のところまでねしっかりとツートンになっていて、これまたねちょっとアピールしてくれそうなカラーですね。このオレンジがね綺麗に出ているので、このカラーもねちょっとね使ってみたいと思いますよ。はい、お次はねちょっと、ナチュラル系のカラーというか、ダークシュリンプというカラーですね。これダークシュリンプ、これもですねツートン系のカラーなんですが、送られてきた中では一番なんかこう馴染みそうな色というかですね、地味系、裏がこんな感じね、透明な感じの、これなんて言ったらいいのかな、ブラックペッパーが入ってますけども、で裏側はねこういう感じの濃いですね、モスグリーンというかすごいね濃い感じのカラーで、あ結構これそんで細かいですね。こっち側には金ラメが入ってるんですね。金ラメが入っていて、まあ、なんというかちょっと黒金といったような、黒ではないんですけどね感じになっていて、でこちらの透明な方にはですね、ブラックペッパーの方がねよくこう確認することができて、ちょっと小さいながらですね結構ね地味なんだけども金ラメも入っていて、こういったね、底の色の時とかにね沈めた時にね、ちょっと金ラメとかねもう相まって地味なんだけどもちょっとアピールしてくれるんじゃないかなっていうね、そういう感じのカラーですね。ダークシュリンプ、これもね良さそうですね。まあまあいろんなタイミングでね投入してみたいと思います。はい、お次はねこちらの色、これはねグリパンチャートっていうことで、これもね関東にいると結構ね大好き系なカラーじゃないかなっていうことで、こうチャートがちょっと入ってるんですよね。これじゃあ出してみたいと思います。これいいんじゃない。はい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 、いいですね。このねグ
リパン系のね、間違いのない色に、裏はね、こうちょっと、ハッとするようなチャート。ね。このチャートもどぎついね、チャート系のカラーじゃなくて、ちょっと馴染むようなチャート系のカラーですね。これに、また、黒つぶつぶが入ってますね。うん。これは、ね、ちょっと色調変化なんかも、ね、期待できるんじゃないですか。こうアクションさせた時にこうビランビランってこうここのアピールプラス、まあ、最初の方でも言いましたけども、この明暗ね、この色調変化によって、あれいなかったかなと思ったルアが開いたみたいなね勝手にそういう印象で、こういうツートン系カラー好きでよく使うんですけども、なんかタイミングでね、うん、これも効きそうですね。はい。でね、最後。これですね。結構好きな色なんですけども、他のね、サニーブロスの、ルアーでもですね、よく見かけるですね、ミミズプラスっていうカラーですね。これね、結構ね、ミミズプラスカラーってのは、前によく釣ったなーって、去年とかもね、ここぞっていうタイミングで投入するとよく釣れてくれていたなっていう感じのミミズプラス、これしっかりナックルホックにね、採用されてるみたいですね。結構いろんなカラーがサニーブロスあるんで、はい、ミミズプラス、まあこっち側はもうね大人気ミミズ系カラーですよね。うん、このなんというか、まあまあミミズカラーです。好きな感じのカラーね。で、この、色だけでなく、これ単色でも全然すごい釣れそうなんですけども、裏側はですね、こういう感じの、ちょっとね、なんというか独特な、ウォーターメロンソリッドみたいな感じのね、それのちょっと濃いカラーに、ね、まあ、これ馴染む系のカラーですよね。結構このミミズカラーって水に入った時にね、すごいなんか目立つんですよね。アピールしてくれるというか。まあそんな感じのミミズカラーにちょっと色調変化もプラスされているよってことなのかな。ミミズプラスっていうカラーですね。これはちょっとまたいい色ですね。今ね、5色ほど見てきたんですけども、どれもね、なんか捨てカラーがないっていうか、普通だとこんだけツートンカラー攻めてこないだろうって思うんですけども、この5色の時点でだいぶですね、気になるツートンカラーがですね、こう山盛りに設定されていて、なんかね、外しがないなっていうね、ツートン系のカラー、なんか、送りますよって言ってくれて、じゃあ、ツートン系のカラー好きなんで、お願いしますなんてね、やり取りしたらね、ツートンカラーだけでこんな感じに、手に入れることができちゃいました。ね。で、このルアーですね、出しどころね。うん。どこで使うのかっていうと、結構ね、どこでも使えちゃうんですよね。霞水系も OK だし、房総のリザーバーとかでもね、この手のね、形効きますし、で、一番使いたかったところが、牛久沼ですね。うん。の足際に、まあ、リグはいろいろありますけども、ラバージグのトレーラーにしてもいいと思いますし、リーダーレスダウンショットにしてもいいと思いますし、ダウンショット、あとは、ヘビーキャロライナーリグの具、まあ、そこら辺はリザーバーですけどね。そういう感じで、結構ね、いろいろなところで使えちゃう形で、あとで関東なんかにも嬉しいですね。この、シュッと口の中にね、収まりそうな、この、パクッとね、スポッと入りそうな、このサイズ感。これがね、すごいいいんじゃないかな、ね。ちょっとこれから使う感じですけども、これはね、もうハイシーズン突入しましたからね、こっから、まあ、あと真冬なんかも効くんじゃないかな。一年中通年通して釣れそうな形なので、タイミングタイミングでね、投げ込んでみたいと思います。で、このサリーブロスのワームのね、最近感じてる一番、いいところがですね、若干関東で買いづらいんですよね。結構ね、行くお店で、ね、置いてあるところがね、結構限られてるんですよ。
ブンブンとかは結構カラーラインナップも豊富にね置いてあるかな。ブンブンも最近ね関東にね、何箇所かあるので、そういうところでは買えるのと、あとは結構大規模な上州屋さんで見かけたことあるかな、マニアックスにもねいくつか置いてあるの見たかなっていう感じで、結構ね取り扱ってる店舗が少ないんですよ。これによって関東のね、ハイプレッシャーなフィールドでなんかね他の人とちょっと違ったものがね投げれるっていうのが一番の武器だなっていうことで、やはりねやっぱり人気のルアーね、ゲイリー山本のねルアーとか、あと OSP のルアーとか、あーいろいろありますけども、もうね結構連日のようにレンタルボートフィールドなんかね、人気のルアーで叩かれ尽くしてね、まあそれでも釣れるから、あのレッグワームとかもうモンスターなんですけどもそういった時にちょっとあれなんか違うなっていうね、そういったところを攻めたいね、そんな時にねこのねサリーブロスのワームね、まだねあんまりね関東で投げてる人がちょっと少ないんじゃないかななんて思うんで、釣り勝てるんじゃないかなね、今年はですね結構釣りの大会なんかもね多く復活してくるんじゃないかなっていうところで、他の人とのちょっと味変じゃないですけども、ちょっと違うものね、これで超過を重ねていきたいななんて目論んでいるので、そういった時にこのね微妙にね関東だと若干手に入りづらいんじゃないかな。で、まあ、通販とかだとね、いっぱい買うことできると思うんですけども、そんなタイミングで投入してみたいな。ね。どんなタイミングだよって感じですけども、ちょっと他と違うものを投げたいんでね。例えばサニーブロスの D4 なんですけども、羽物プラグね。あれ、すごいね、ダッチと似てるなんていう感じでね、盛り上がったりしてたことがあるんですけども、浮き姿勢とかね、アピールとか全然ね、違うんですよ。だから、結構ね、使い分けしたりすることによって、水平浮きのダッチ、ちょっとね、水に入り込んだ、縦姿勢の D4 っていう感じで、使い分けていくとね、超過がね、上がっちゃったり。ね、ワーム以外にも結構あるので、これね楽しみにしてたわけなんです。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちらですね。5色ほど届きましたよということでね、サニーブロスのナックルホッグですね。これね開発3年ね、いよいよ市場に登場っていうことで、4月のね後半ぐらいにはねお店さんに並んでるっていうことなんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。